はい、ドーン。さあやっていきましょうか。パーサリン、不吉な数字ってやつですね。前回は病院を、まあ半分くらいどうなんですかね、終わったんですけど、未だにね、ゾンビしか出てきてないんですけど、そろそろ新しいやつが出てきそうだよね。いきなりちょっとヤバげなやつがいるよね。ほれ、ほれ、あ、お、いや、待って、何ここ、なんか、あはー、こいつら夜通し飲み倒したな。みんなでゲロってるよ。看護日報9月29日、今日じゃん。手は尽くした。でもあまりに無力だった。混乱状態で何もできない。まあ、ここら辺はね、ちょっとね、最近気づいたんですけど、やっぱ自分でこういろいろやってたりとかしたらね、時間がめちゃめちゃかかるということだったので、まあ、適当に止めて読んでください。ミランダカーとかダコタさんとかいるみたいなんで、何か近づいて助け。あれ？珍しいね。お、珍しいね。あ、こちょこちょはできない。とか言って、とか言って、こいつ、あ、みんな、あれ、でもちょっと待って、ね、ちょっと待って、傷が入るのが気になる、傷が入る、あ、これもしかしてあれかな、銃でまた探索できるとか、そういうオチになるんじゃないですかね。だってほら、ちょっとこう、傷が入るじゃないですか。傷が入ってるのかな、まあ、いや。事務課からの ID カード以外、ロッカー中に、取った。なので、これっすね。カチャンと開けて、で、あ、やっぱりね、まあ、いらなくなると。で、開ける。お前、タイラントだな。まあそんなことはいいや。ちょっとね、なんか、前回の動画パートもとかも思ってたんですけど、もう、こうさ、こういうドッキリ的なさ、やつやめましょうよ。なんか、前回警察署でねえよって思ってて、来てねえのかよ、ほんでこいつも。前回のさ、その、なんだっけ、あれですわ、警察署では出てこなかったなって思ってたらさ、もう、こういうの出てくるんだもん。なんかほんとやだわ。もうなんか。で、こういうさ、キーアイテムとか、ほら、もうなんか、絶対出てくんじゃん。もう、これとかさ、上からバリンとかで降ってくんじゃないの？どうせ。ねえ。来た。よっち、お邪魔します。お邪魔します。あー、ハンター、これは、なんなんすかね。口元がベロベロしてるよ。気持ち悪い。イエーイ！近いな。違う、お前、どっちにタックルして、どっち、危ない。おいって。やられてたものかも。このやろ。お、なんか剥がれた。ほっ、やべ。よっしょーっと、一撃。嘘。こいつ。ちょっと待って。ハンターベータっていうのね。いや、もうハンターベータっていうのはいいんだけど。マジかー。うわー、またもう、俺、カルロスでばっか死んでんじゃん。うわ、悔しいわ。それはいいんだけどさ、これまでのハンターってなんかさ、こっちに警察してくるときにさ、なんか、キーとかさ、なんかさ、おたけびやってきたじゃん。いつ一撃になるか分かんないってやつじゃん。うわ、マジかよ。レベンジ。知ってますか？RE3 の RE ってのはね、リベンジの略なんですよ。ふっ！いって、マジか。ほら、剥がれる。ほら、パンチ！嘘、2回目マジかよ。え、こいつタグすぎへん。100発ぶち込んで全然ひるまないじゃん。硫酸弾を使えばって書いてるけどさ、硫酸弾ねえんだよ、これ。
なんでグレネードランチャー装備のさ、うわーマジかよ、デスカウンターがもう1個2個ってどん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 増えてきて、こう邪魔しますパート3、うん、もうこいつ、ああ私が帰ってきた、ウェル、どうしよっかな、どうしよっかな、カオープレス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 、顔面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 いってる顔面いってる顔面いってる、ゴッパンチ、よしよしよし、プレス顔面顔面を打たな、顔面を顔面を、あ、え、驚かせやがって驚かせやがって、にゃろにゃろ、え、ちょっと待って、なんでなんで、さっき100発ぶち込んでも全然あれだったのに、顔を中心に狙ったからかな、まあいいっすわ、とりあえず、とりあえずこいつが出てきたってことは、また追加とかで、どっかから出てくる可能性があるので、ここら辺は大丈夫。酔っ払い再び。マジか、2回やられたのがマジで痛い。こいつら本当に全員お亡くなり？お亡くなりですね。もう相変わらずカルロスは心折られる。なんだろうな。一箇所で二回デスカウンターが。シュランかよ、こいつ。誰にそんな怒ってんの？まあ、多分ここバリーンはないだろうね。多分バリーンってやろうと思って引っかかる大きさだから。っていうことは、もう手榴弾いっちゃう？手榴弾いっちゃおう。まあ、ワンクッション置いてだと思うので。いや。この野郎、失礼なやつだぜ。ふい、ふい。あ、プルンプルンしてる。プルンプルンしてるっていう時は、生きてる証拠なので、はい。バイスにしましょう。プルン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 してる、プルン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 はしてないから大丈夫そうですね。もうゾンビ恐怖症だしさ、まあ、ゾンビが得意な人っていうのもいないんだろうけど、おお後ろかよ、びっくりした、ハートに腹立った、おおおお、いたのかよ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、おおびっくりした、やべやべやべ、ちょ、お前この野郎、痛い、こいつ全然タックル食らわない、医者め、なんかお前研究したな、カルロスの タックルを研究したな、やろ、ちょっと早めの対策、いや、プルプルしてる、いや、お前まだプルプルしてる、うん、プルプルしてる、まだ生きてる、騙されない、だがまだプルプルしている、だがまだプルプルしていないので、プッチンプリンは終了、アサルトライフル、鍵じゃないと開けれないところ、ああマジか、つらい、あった、回復アイテムは存分にあるんだけど、よしで、ここ多分いるんで、とりあえずここを開けポンしといて、いつでも逃げれるようにしといて、これちょろっとだけ開けて、ほっ、よし、オッケー、どうなった、終わって、まだ生きてんのかよ、じゃあ、ほい、え、そっちで爆発した、マジかよ、こんな大失態ありかよ、ああ、お亡くなりになった。あ、よかった。弾は節約できたけど、すげえもったいない気もした。ああ、元気ですか。ああ、なんかない。血のりでベッドにしてるから何もくっつけられない。なんか手に入ったカセット。あ、これか。これをくっつけて。OK。これ、あ、あれか。なんかあったよね。実験室じゃなくて、なんかあった気がするから。とりあえず、え、おお、なんか走ってきる、降りろ、これ降りてこないよね、降りてこない、オッケー、よし行こう、さあ行こう、で、あそこの
よ。あでもね、ここの先にねゾンビがね確か1体いたから、1体は多分バリンって出てくるから島、なんでそんな増えてんの、どっから入ってきたの。いやーはや、いやそうだよね、そうだよね、お一発、そうだよね、あちちちちち、あやめ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 、急いで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 、これもしかして、これもしかして、あどん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 くるくる、どんどんくるくる、どんくる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 どんどん、はい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 、さあどこだ、見失ってんじゃん、見失ってんじゃん、お帰りになられた。じゃあもうちょっとこっちから出迎えて神勢王かと思ったけど、挟まれ、あーめんどくせえな、な帰んのかよ、来ねえのかよ、オカマみたいな走り方して帰ってったよ。ほい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 、おい、わかったよわかったよ、正面からお出迎えしてやるよ、俺らかかってこい、今だ、早かった、今、長い、あ今だ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 、ちょずるいずるいずるい、そんなのずそんなのずるいの、そんなのずるいの、おちえベーコンハムソーセージ再びアシステッドしない、マジかよ、どっからかよくわかんないけど、あらまあ、今だってさ A のやつさクリアしてたじゃないですか、クリアしてたにもかかわらずやられるというオチ、もう俺カルロスダメかもしんない、ほら怪やバリンバリン、うわそっか、さっきいけてたやつがさ、とりあえずうわちょ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 、はいおねんねタイム、はいおねんねタイム、おねんねタイム、おねんねタイム、うちにですねソファーがあるんですよ、ソファーにね首だけ出してね、編集さんが後ろからチラ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 見てニヤ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 してる、もう俺カルロスダメだ、ういういうい、うい帰んなっちゅうね、帰んな、ほらほらほら、おけろ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 、おれおれ、よし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 、おっ近い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 、くさい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 、お前だお前だお前だ、さっきの俺のベーコンハムソース食べたやつ、お前じゃない、お前さっき一発で倒れたのにさ、もう一回復活してんじゃないわよ、ふい黒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 い、よしオッケー、ああ後ろで起き上がってるやつがいる、ジャイアンの6年後、ジャイアンの6年後、ジャイアンの6年後、オッケー、よしさあ切り刻みタイム、お前がハムになる番だと思ってたのに、ちょっと待ってちょっと待って、その右のハゲ、右のハゲもさ、右のハゲもさ、こっち行ったら帰る、こっち行ったら帰る、帰っていく、よしオッケー、おおやっぱりハゲ、やっぱりハゲ、ハゲハゲチョビン、ハゲチョビン、ハゲチョ、ハゲ、あ帰ってくる、あ優しい優しい、しようこけて、あうる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 、よしオッケーオッケーオッケー、全員お亡くなりやな、さあこれの報酬はハンドガン7発ありがとうございます、優しい仕様なのね、あー使う、ここはいない、てかまあここにいたとしたらどうやって入ったの君たちってなるもんね、おー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 おおお、なんかご褒美、あいらないから捨てる、おおなんか結構ご褒美だね、おあなるほど、あご褒美いっぱいあんじゃん、やったね、他なんかない、なんかあった、落とし物の取り扱いについて、はい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 、右に9左に3、あそこね、分かったんだけど、分かったんだけど、あそこちょっと行きたくない理由が若干あるんですよ、皆さん察してます、こいつがいるね、ちょっと出会わずに行ける方法ないかな、ってかこいつ起きない、こうキーアイテム取って起きるとか情けですね、 OK よし行こう、ほらね、どっかいたりしないですかね、なんかねさっきね
渡り廊下をね、颯爽と走っていく姿が見えたんですよ。これリッカーみたいにさ、こうゆっくりゆっくり歩いてたら気づかれないとか。あー、いるー。これそうだな、ゆっくり近づいて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 、今だ、走れ。これで入ってこれないはず。オッケー、よし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 、右に9、右に9、あ、行き過ぎた。右に9、右に9、左に3、左に3、部屋を閉め切ってるからクーラーも入れてないのでだんだん暑くなってきた。しゃあ、デュアルマガジンアサルトライフル。これ多分またあのショットゲーン、ヘンドゲーンのやつと同じ。さて、これはどっちに行くのが賢い。いる、いる、いない、え、いない、いない。よし、じゃあ、なんで歩いたの、なんで歩いたの、よし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 よ。さあ、行くぜ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 、ベイベイ、組み合わせしたし、行くぜベイベイ、ニャサニエロバード。あ、違う、デュアルマガジンをセットするな。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと、生命科学の権威、ニャサニエロバード。患者の死も、あ、ごめん、編集さんを肘でこついてしまいました。反省します。だから余計な詮索をして私の時間を奪うな。はい、申し訳ありません。はい、どうせ。完全に黒じゃん。ん？まだ続くの？シュレッダー。And polish my shoes. Yes, sir. I bet you know a lot about polishing, don't you? Now fuck off and don't say a word to anyone. 思いっきり公に出とるかな。何か言い返したまえ。アサルトライフルの弾、ハンドガンの弾、結構あれですね。あれですね。で、絶対ゾンビ化してんじゃん。バード、お待たせ。やっぱり、え、撃たれてるっていうことは、これあれっすね、多分犯人はタイレルやな。コナンもびっくりするほど大きく外れたスイート。さあ、食事か、いいの食大丈夫、よく読めるね。ブライアン・アイアンズ、マイケル・ウォーレン、どっちもクソ野郎どもじゃねえかよ。グレッグでした。グレッグって、あ、違うな、違う、違う、そのグレッグじゃないな。いや、上院議員ってなって、バイオハザードの DVD の第一作目があるじゃないですか。あれに出てきたの、グレッグってキャラがいるんだけど、あっちは軍隊の方で、最終的になんか誰かに殺された、変な上院議員かなんかいたじゃないですか。あいつ、ナサニエル・バードのメール。グレッグってさ、ニュースを見ているかな？ワシントンの猛者が、でも西海岸だからワシントン DC は関係ないんじゃないですかね。ワクチンサンプル1人分だけある。やべえ、もう20分が経ちそう。君の言うともネイト。あれ？宛先グレッグデスター。あ、そういうことか。はいはい。ペンタゴンに圧力をかけてくれ。ペンタ、おう。あかちゃかちゃ、あかたかた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 。相変わらずの斎藤匠。すべて確実のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因はすべて生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。 T バイオレス、そのウイルスを作ったら私の雇い主アンブレラシャーだ。アンブレラが T ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。出た、地下研究施設。もうバイオといったらお約束ですよね。ご存知？
存じ上げないそうです。誰と会話してんだって話ですけどね。あ、氷食べてます。これどこで撮ってんだろうね、このパソコン。めっちゃ気にするじゃん。ゾンビ、それともタイレル、それともネメシス、犯人がわからないまま終わった。まあそれはそうか。じゃあいつビデオ切れるんだって話だもんね。ジロは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。そういうことですね。うん。ファッ！ドアの開くキーがパソコンをバチコっていう。ここはワクチンしかなさそう。ワクチンサンプル。待って、アイテムめっちゃあれやな。パンパンやな。違う。なんで組み合わせようとしたの？捨てる。じゃあ戻りましょうか。待ってるよ、ジル。少しの辛抱だ。T! ワクチンを見つけた。今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。街の惨状見てないのか？無事にたどり着けたら奇跡だ。さあ、急いで戻ろう。またそういうやつが来るでしょ？もう急いで。てか、やつってドア開けれないんだよね。あ、なら大丈夫か。よし。わあ、なんかこれやだね。ゾンビたちがこうなんかすごい重なってる感じっていうのが。じゃあこれ戻って。You're gonna be okay, Jill. ジルもう大丈夫だ。OK、ジルもう大丈夫だ。とりあえず、あ、無理か。ちょっと服を切り刻んでね、ムフフな感じにしようと思ったんですけどね。あ、わお、わお、声が出てない。わお。なシーン。せめてさ、服の上からじゃなくてさ、普通さ、こうめくってから刺す感じじゃないですか。まあ落ち着けよって。まあ落ち着けよ。聞いてくれよ。まあ落ち着いてますよ。まあ落ち着いてるんですけど、あのね、いや落ち着けない理由が一つだけあってね、何かっていうと、あれです。収録時間がやばい。そして相変わらず T は黒い。これやばいな。22分か。編集さん大丈夫ですかね。まあなんとかなる。あんまりならなさそうですね。おお、巡航ミサイルでラクーン市未完成だと判断する市民を直ちに脱出してくる。それさ、自己申告制でいいの？自己申告制のさ、やつだったらさ、この動画を出す前後か分かんないけど、セルフコントロール力が低い人に関しては、自己申告制でズルしますよ。監視カメラできちんとやってるかどうかっていうのは、ここにいる俺がからす。まだあるの？あ、まだあるの？Sounds like there's a lot of them out there.まだあんのかよ。とりあえず救急スプレー取って。え、それだけで終わり？なんかないの？ジル、もう回復したやろ。起きろ！もしかしてこれ、なんか、あれ？なんか、3分間の時間とかが出て、籠城戦とかいうやつ？オッケー、そう、籠城戦にぴったしといえばやっぱりこれ。空きスペースがない。ということなので、じゃあそろそろ。終わりにしようか。多分ね、ここ戻ってこれなくなると思うので、ちょっとまあ、じゃあ必要な武器だけにして、あ、こっちかな。わあ、なんかこれでもったいないですね、回復アイテムっつうのが。これはやっぱ使いたいし、じゃあ、もうナイフはいらないかな。で、もう一個調合ハーブして、で、こいつを捨てたらダメ。絶対捨てたらダメ。ああ、なんか中途半端。多分ね、カルロス編、これで終わりな気がするんだけど、もう えぐいことになってますんで、最後にちょっと斎藤匠をチラッと見せて、で、苦しんでいるジルと、やっぱりいつ見ても黒いタイレル、お前も働けよっていう話なんですけどね。まあ、一個も銃撃しないじゃんっていうことで、まあ、それはいいとして、とりあえず今回は、以上とさせてもらいます。デスカウンター更新されてたね。ついにそろそろアシステッドしないっていうね、もうなんか謎のサポート機能がついたりとかして、超屈辱的なんですけど、編集さんは多分ケラケラ笑いながらですね、デスカウント、ジャキン、だからさっさと終われっちゅうんですね。ということで、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、グッバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。